まず、まあ、この風景の写真を見ていただきたいですけれども、まあ、皆さん、まあ、町の風景とかっていうとあ建物たこれ私が住んでいる熊本の風景ですけれども、まあ、建物がたくさんあるななんていうの感じを持つと思うんですけれども実はもちろんですけれども町の中には建物だけではなくて、えー、ここに挙げているような川ですとか橋ですとか上下水道や公園 鉄道道とかまあ目立たないけれども縁の下の力持ちのような施設もたくさんありますそれをまあ社会基盤施設といったり土木施設といったりするんですけれどもまあ私はその土木施設とかのまあデザインというものを勉強しているわけですねで今日紹介するのはこれですけれどもこれ鹿児島にあるえ一つの風景ですけれどもこれはまあなんかすごい。 自然の渓谷のようなあのグランちょっとちっちゃなグランドキャニオンのような感じがすると思いますけれどもみんな知ってるかなこのグッドデザイン賞という、まあ、いろんな車とか、えー、パソコンとかそういうのにいいデザインにもらえる賞があるんですけれども先ほどのこれは実はこのグッドデザイン賞をもらっています。堺 基盤施設ででですすねしかも防災のですで、えー、どんなところにあるかというとこれは曽ぎの,の滝という滝があの伊佐市っていうところにあるんですけれどもこの前皆さんも知ってるように鬼怒川で大きな洪水がありましたけれどもこの川でも昔大きな洪水があってこの滝がちょっとダムのような形になって、えー、溢れさせちゃったんだよね。ななので、まあ、洪水を起こさないよようううにしようととそうすると ただ滝の景色って美しいので壊したくないと。そうするとその滝の横側をねこう流れて、えー、洪水を溢れないようにしようとしたものがさっきのあのグランドカニオンのような、えー、施設になります。で、えー、工事中の写真ですけれどもこうこれ木を切ったところですけれどもこの山をこうやって少しずつ削っていって。 まあこれダイナマイトで削っていくんですけれども最後こういうふうになるとあの CM とかで地図に残る仕事なんていうことを聞いたことあると思いますがまさにこういう社会基盤施設を作るというのはいくとにこうでで例えばこれ上の写真はまあこの施設ができた後に大雨が降ってえ溢れた水が上流でこう街に溢れずに このまあ水路ねバイパスみたいなところを通って洪水を防いだ時の写真で下はまあ子どもたちと遊びに行ってこれがすごい新しい豊かな環境を作ってますのでえまあ子どもたちと,えっと生き物を取って遊んだりとかまあそういうことをしている写真ですね。でまあこの3分のタイトルは「防災×デザイン」ということですけれども。 あの皆さんもこれから大学に行ってなんか新しいことを新しいものを作ったりなんか新しい仕組みを提案したり、まあ、そういう人たちになっていくと思うんですけれども、まあ、その時に例えば防災あるいはその例えばかっこいいものを作るデザイン全然関係なさそうですよねでも本当はこう新しいチャレンジをするっていうのはそういう関係なさそうなものを組み合わせて今までにない価値を生むと。 私たちの分野もそうですし、まあ、どんなことに言ってもね、えー、そんな感じで、えー、これから勉強していってくれるといいなと思います。